ックスの本拠といっても所詮はこんなものなのね。よく言えたものだね。ここまで入ってこれたのは誰のおかげだと思っているんだい？本の押し売りは嫌われるわよ。それで、あの小娘は一体どこなのかしら？何？君がそうして暴れていれば。それじゃあ、僕は失礼するよ。ここまでのお膳立てをしたんだから、せいぜい頑張るといいよ。負け犬が高みの見物にしゃれ込むとは、イライラさせてくれるじゃない。こんなところに迷い込んじゃったの？その目、あの小娘に似てるわね。生意気なあの小娘に。死んじゃうの？残念だったわね、お嬢ちゃん。恨むのなら、あの小娘を恨みなさい。来たわね、娘。クラリッサ、どう？各部位の損傷以上に未熟なため、侵食状況が深刻だ。救う手段は介護とあった。あなたとリンクして浄化と修復を行えばどう？生存可能と判断だが、推奨しない。あなたの戦闘能力に支障だ。でもお願い、この子とリンクして浄化修復、それと行動補助による撤退を。最終確認、それはあなたからの命令か？違う、これは私からのお願いだよ、クラリッサ。大丈夫？闇を消し去る伯爵クラリッサ、この子を持っていれば安全だから、慌てずに逃げて。でもお姉ちゃんは？大丈夫、お姉ちゃんはみんなを守るためにいるんだから。ゴミを守るために武器を手放すなんて、ほんとアークスはどうかしてるわね。あの武器があなたの支えで力の源だったんじゃないの？それを手放した今、あなたは何をする気なのかしら？
みんなが泣いている、傷ついている、悲しんでいる、苦しんでいる。私があの時あなたにとどめを刺していれば、こんなことにはならなかった。だから今度こそ間違えずに殺す。絶対に殺す。必ず殺す。間違いなく殺す。そう、私は戦いに来たんじゃない。私はあなたを殺しに来たの。抜かせ！これが10年前にあったというダークファルスの襲撃。きっと奥に彼女はいる。進もう。何があったのかを知るために。伯爵クラリッサの次元長と、その情報量と加護を受けた国家。面白い。お嬢さん、もう体は大丈夫なのかな？誰？アークスに組みするものだよ。それにしても幸運なお嬢さんだ。こんな状況で生き残れたのは君ぐらいのものじゃないかな。私だけ生き残った。おそらくはね。お嬢さん、力が欲しくはないかい？力。そう、力さ。あのお姉ちゃんやみんなを救うための圧倒的な力が
欲しくないかい？欲しい。勇敢なお嬢さん、君の名前を教えてもらえるかな？サラ。武装でよく粘る。往生際が悪いわね、小娘。ほんと、自分にばっかり。あら、また失敗。メルって使い慣れない武器だけど、ここまでなんてひどいな。この小娘、一体どれだけのポテンシャルを。どうしたの？チャンスなんでしょ？もっといっぱいダーカー出しなよ。全部殺してあげるから。見たかったのよ。私の演技もなかなかでしょ。隠してた甲斐があったわ。どうかしら小娘、これが私のアプレンティスの能力、魅了って言えばわかるかしら。
さーて小娘、第二ラウンドといきましょうか。ダーカー殺しのあなたはアークスを相手にどう立ち回るの？娘、攻撃しなきゃ私は殺せないわよ。うるさい。あらあら、ひどいわね。お仲間に攻撃しちゃうなんて、ほんと人でなしなんだからね。えあなたたちもそう思わない？敵だ。敵から守らないと。
ね。まだ殺すにはふさわしくないね。もっともっと絶望してもらわないと私が楽しくないじゃない。しちゃダメ、それだけはダメ。私はアークスを、みんなを守るために、みんなを。みんなを守るのはなんで、みんなって誰？こんなに傷つけられて、それなのに私が守ろうとしているみんなって何なんだろう。みんなを守る、それって私の意志なのかな。
子は。そっか、よかった。この反応はタワカダークフォース、いや、それよりもはるかに強い。危ない。邪魔をするな。彼女はここで死ぬべきだ。死ぬべきだ。私がダーカーになっちゃうのなら、私は私を、消去する。でも、でも残念だな。本当残念だな。もっとあなたにいろいろ教えてもらいたかった。いろんな話聞いてみたかった。おしとやかに可愛らしく
たかった。やっぱりだ。知らないこと、やりたいこと、いっぱいあったんだな、私。私、みんななんてよくわからないもの、守れなくてもいいから。あなたの隣で、あの場所で、普通の女の子になっていたかったな。力の本流、このままじゃ戻れなくなる。なら無理やりだ。何があるかわからない。備えて。今見てきたのが10年前の真実。アプレンティスの撃退、ペルソナの襲撃、それを経た上で彼女は今まで食らってきた闇を、それを止めるために自らの手で。それと期間中に寄港できたシオンの10年前の記録が全て消されていたのは、彼女のことを調べさせない以上にシオンが忘れたかったんだ。
トイが10年後今この時代に来てしまったのは僕たちのせいだ。僕たちの機関に巻き込まれ記憶と力を失ってあそこに。僕はこれから客観的な話をする。怒らずに聞いてほしい。10年前の彼女が見せた反応、あの体から吹き出していた闇はダークファルスすら火じゃない、圧倒的なまでのまがまがしさ、深淵にすら至るほどの。彼女がそれになる可能性があって今この時点ではまだそうなっていないというのなら、今のうちに彼女を殺しておくのは決して悪い手段じゃないよ。二人ともどうしたの？そんな怖い顔し。まとい。うん？いや、なんでもない。なんでもないよ、まとい。もう。うん。フィリアさんのお墨付き。だからさ。久しぶりに、いろいろお話ししよう。私、もっと、もっと、いろんな話を聞いてみたいんだ。Thank you.
やめようよ姉ちゃん、危ないって。もうアフィンの弱虫放っておけないでしょ。大丈夫？緊急作戦発令。地球にて発生した超巨大反応に対し撃退作戦を開始します。アークス各員はクエストカウンターより任務への参加をお願いします。